17th c e n t ー r y illumination グイボブリス、ポンテカス、ジョン・オブ・シナイ、アンド・サム・ワン・エルス・アイデンティティ・アンノーン。ポントスのエウアグリオスは4世紀のキリスト教の理論家、エヴァグリオス・ポンティコス、エウアグリオス・ポンティコスとも表記される。エジプトの砂漠で16年間飲酒生活を送り、多くの著作を残した。エウアグリオスは、345年頃、 小アジアの国会に面する地方ポントスのイボラという町に生まれた青年時代カッパドキアのバシレオスとナジアンゾスのグレゴリオスの元で進学を学んだバシレオスの死後グレゴリオスによって女性に助せられるその後グレゴリオスに随行してコンスタンティノポリスに行き381年総主教ネクタリオスの補助を務める382年 エルサレムに旅し、当地で、大、メラニアに出会う。これが、運命的な出会いとなった。彼女は378年頃、エルサレムに、女子修道院を開いた人物で、彼女に影響を受けたエウアグリオスは383年頃、アレクサンドリアの南東約5 0トルにある、ニトリアの砂漠で、飲酒生活に入った。その2年後、ニトリアの南約1 8トルにある、 ケリアの砂漠に移り、14年間そこで、冷静修行を続け、著作し、弟子たちを指導した。エウアグリオスは、当時、スケティスで、飲酒生活をしていたマカリオスを尊敬しており、たびたび彼を訪ねてその教えを受けた。生前から彼の著作は、オリゲネス主義的傾向を持つとして攻撃された。399年には、アレクサンドリア総主教テオフィロスによる迫害が迫る、中、 その数ヶ月前に彼は没した。彼は20編を超える著作を残した。彼の作品はその知性主義的傾向のために、553年の第2コンスタンティノポリス公会議の直前にオリゲネスと共に異端として断罪される浮き目を見たが、弟子であったヨハネス・カッシャヌスを、はじめ、ニセリオ・ニュシオス・ワレオ・パギテスや、告白者マクシモスなどの取り分け東方の、 冷静修行者に深い影響を与えた。正統派教会では、異端として排斥され彼の名は、囲碁表面に出ることはなかったが、非、カルケドン派のシリアやアルメニアの教会では大いに尊重された。また、正統派教会においても、その著作は、別人の名によって伝えられ、重要な霊的書物とされた。エウアグリオスの名のもとに伝わっている、ギリシャ語のものは残っているものが少なく、 シリア語訳やアルメニア語訳によって伝わっているのが現状である。エウアグリオスは修行論の中で霊的修行を実践する修道士を悩ませる誘惑や困難について分析を試みている。修行論の第6章に最も一般的な想念は8つあって、その中にあらゆる想念が含まれているとあって、鈍色、陰頭金銭欲、悲嘆怒り、アケエリア、 虚栄心、傲慢がその想念であるという。エウアグリオスがこれらによって意味したのは、人々がこのごによって思い描くような大罪というよりは、むしろ、魂が生来持っている、このような罪への傾向性をかき立てようとする誘惑のことである。したがって、鈍色とは単なる暴飲暴食への誘惑ではなく、むしろ、修道士が自分の健康を心配して、 禁欲の修行に手心を加えようとする誘惑を意味している。同様に、陰頭も実際の官員への誘惑ではなく、修道士の心の中に湧き上がってくる性的幻想、修道士を悩ませ、自己の本性の性的側面を思い起こさせるような、性的幻想の誘惑を意味している。これらの八つの想念の中で少しわかりにくいのは、アケーディアであろう。 霊的修行者にとってのアケーディアとは、自分が行っている、修道生活に自信が持てなくなって、どうして自分はこういうことをしているのだろうかとか、こういうことをして一体何になるのだろうかとか、祈りに力が入らず、何をするにも物多くなったり、億っになったり、ここではなく、別の修道院ならもっと修行の効果が上がるだろう、などと思ってしまうことである。こういうことは、修道者ではなくとも、 一般の生活をしている人でも何かしら心当たりのあるものである。エウアグリオスはアケーディアを詩偏91の6節に描かれたマヒルの悪魔であると呼び、すべての悪魔どものうちで最も厄介なものであると分析している。修行論の中心テーマはこれらの8つの想念の起源、性格の分析、及びそれらに対してどのように処していったらよいかを論じることである。 ただし、これらの、そ念の背後にはほとんど常に、悪魔どもが控えているため、本書は一つの悪魔論ないし、悪魔との対決マニュアルとなっている。これらの、そ念はそれぞれを担当する、悪魔どもの仕業と分析されているが、このことを古代人の非科学性の現れということは、できない。彼ら砂漠の霊的修行者にとってそれは、実際に、悪魔どもの仕業であった。 それだけのリアリティがあったのである。つまり、こうした悪徳の想念は人間にまつわりついているものであり、人間の存在と深く結びついていると考えられるのである。エウアグリオスの議論は大変鋭いものであって、心理学的鋭さと深さとを示している。彼はこれらの想念と戦い、克服することによって、修行者の目指す究極は、不動心と愛であるとしている。 ありがとうございます。